はい、クラピアチャンネルです。今日はですね、あと今刈り込み終わったんで、フルボテツ今日は巻く予定にしてました。どうしてフルボテツにしたかと言いますと、光合成を助ける、ここに書いてる通り、これが、日照不足の対策にっていうのがちょっと目に留まりましたんで、伝えていますように日照不足です。太陽があまり出ませんので、クラピアに限らずちょっと弱り気味かなという判断のもとに、このフルボ鉄を1000倍で散布します。はい、もうちょっと残り少なくなってきました。まあこういったのはね、なんとなくちょっと本当なのっていうのも実際はあるんですけどね、まあ巻いたからって悪さするわけではないんでとりあえず巻きます。はい、目に見えてですね、これを巻いたことによって劇的に何かが変わるってことはちょっとないんですよ、残念ながら。ただ2年前かなからちょっと使ってましたけど、特に大病することもなく、クラピアも育ってますんで病気にもあまりならずにですね、イコール効いてるのかなと、いった判断で使ってました。はい、でまたなくなってまだもう一本買おうかなって今思いながら使ってました。はい、一通りね、刈り込んで、ちょっと今休憩タイムです。マリニャンと一緒に、まあいずれあくまでもその、一般のね、住宅の刈り込み作業のことについて一応説明してましたんで、双方管理されてる方とかですね、そんなにしてまで刈り込まないよという方はですね、当然言いますし、立ち上がらせてね、花をつけて、花畑にしてる方も当然いますんで、それはそれで、また管理の仕方が違いますんでね、そんな頻繁に刈り込まなくても当然クラピアは問題ありませんので、そこら辺は一応臨機応変に対応していただければ、ね、刈り込むとね、本当にマリニャが今座ってましたけど、綺麗な緑の絨毯状になります。今これ芝刈り機で1センチ、場所によっては1センチ5ミリでカットしました。まあ、当然花はね、全部なくなるといった形になります。で説明したようにね、ある程度立ち上がらせてからカットすれば形成分もね、花がなくなります。形成分を植えられてる方でも花がなくなって綺麗に緑の絨毯状になりますんで、実際にちょっとやってみてください。 2,3 日前にこうちょっと入らないでね、花をちょっとグッと立ち上がらせてから一気に花を取るとですね、これからね夏に向かってさんとかね、子供さんとかね、こうやってペットと一緒に裸足になったらそういいでしょうからね。ゲジゲジいたか、虫もいるもんな、ちょっとな、ニームオイルがね、雨でちょっと引きが甘くてダンゴムシさんとかもちょっと多くなってきました。ちょっと刈り込み終わったら早速ニームオイルも散布してみようかなと思ってました。いずれ先週1週間本当に雨続きで何もできなかったんで、久しぶりに庭に出て、庭いじりっていうかメンテナンスを行ってましたんで、おろろろ、近所の子供もね、久しぶりに庭に出て遊びました。だけどちょうど気持ちいいですよ。クラピア上でね、ちょっとカットしてみて皆さんも楽しみに。